伝説はいつも君の手の中にある。さあ始まりました、ナログランデのスペシャル音楽番組です。今夜も他ではなかなか語られていない音楽の話をしていきたいと思います。今回の話も超有料級のお話がたくさん詰まっていますんで、絶対に最後まで見逃さないでください。それでは今回のテーマの発表です。ということで今回はプロの歌とアマチュアの歌の違いは、こちらをテーマにしてお送りしたいと思います。ということで今回はプロとアマチュアの歌の違いが何なのかっていうことをお話ししていくんですけども、この情報はこの間の放送でも言ったんですけども、私の持論ではなくて一流の歌手のツアーとかにも呼ばれている最強のボイストレーナーの方から直接教えてもらったお話になっています。ということで、まず最初に歌に限らずプロとアマチュアの違いっていうのは一体何なんだっていうことを考えたことはありませんか？大体の方がおそらくお金が発生しているかどうかっていうことを考えると思うんですけども、意外とこれってなんかうやむやにされてるようなところがあって、結構グレーな話ですよね。だって正直アマチュアでもお金をもらっている人は結構いると思うし、闇営業じゃないですけど、で自分をプロだと思って仕事しているならもうそれはプロなんじゃないのかっていうふうに思っている方もいるだろうし、何かに所属しているかしていないかが重要だっていうふうに思っている方もいるし、でも最近は結局なんか知名度の高さで判断している人も結構います。これについては結局よく分かんなかったんですけども、でもプロとアマチュアの歌の違いっていうのは完全に分かりました。でその答えなんですけども、歌う時の意識の配り方です。ということは結局何ですかってことなんですけども、歌への愛とか歌の技術とかこういうことを思う方もいると思うんですけど、これは違います。まあ、ある意味どっちも正解かもしれないですけども、これ歌う時の自分の意識の置き方が全然違うんです。っていうのもアマチュアの歌は正直言って歌とバックの音楽が分離しています。でこれがどういうことかっていうと、例えばアマチュアの人は当たり前のように歌をうまく歌おうとして表現しますよね。そして声がひっくり返らないようにだとか、あと歌の技術とかなんかそういう表現も意識しながらやっていくと思うんですけれども、ということはバックで流れている音楽よりもこれは自分の声に意識を置きすぎているっていうことになります。なんか曲とこの歌声で、なんか俺はじゃこれが曲でこれが歌声で、この曲がなんか俺は俺でうまいこと曲流しとくから、でお前もお前でうまいこと歌っといてくれみたいな感じで、こうやってなんか、ね、一緒にならないでこう、もっと冷静になることです。これはやめておこう。まるで混ざり合ってない意識というか、なんというか一緒に一つの音楽を作ろうとする意識に欠けてしまっています。でこれプロはどういう風にやっているのかっていうと、プロは自分の歌よりもそのオケの方、このバックの音楽の方に意識を8割ぐらい置いて歌っています。やっぱりプロになるともう自分がうまく歌うっていうことはほぼ無意識の領域で処理することができるんですよ。でそのくらい一流のプロは非常に声のコントロールの能力が高いです。そういうところでフェイク入れようとか、ああいうところはそういう風に歌おうとか、そういう、ああいうとかそういうとこ多いな。で、そういったこともリハーサルではいろいろやるんですけれど、本番でやるときはもうそれをね全部固めているんで、全部そのやったことを無意識に近いぐらいの感覚でやれちゃうんですよ。だいたい意識の配り方っていうのが8対2ぐらいです。8がこのリズムの取り方とかも含めたバックの音楽への意識で、2が自分の歌への意識で、この2の自分の歌の意識っていうのは感情を込めるとかどうかっていうのはこれはまた別の話になります。それだけプロの方はこの曲に対しての意識の配り方っていうのがすごいんで、だからね、あの曲を途中からかけたとしても一流のプロっていうのは別にね、あの歌詞カードとかそういうのが出ていなくてもいきなりね歌い出すことができます。結構曲を途中からかけるとこう待ってって、あの自分の知ってる瞬間になってからなんとかこうやって歌い出すっていうのが素人なんですけども、プロは曲をかけたらもう結構早めに歌うことができちゃうんですよ。でちゃんとバックの音楽とその自分の歌がうまく噛み合うように歌うには、自分の声や歌に意識を置きすぎずにバックの音楽をどのくらい理解して、そして聴きながら歌えているのかっていうのがとっても重要になります。最後に一つ付け加えるとしたら、バックの音楽をちゃんと聴いていないで歌っているアーティストっていうのはリズム感が絶望的なことが結構多いです。やっぱりそうやって曲のことを考えながら歌うっていうことに関しては、やっぱりね、あのアマチュアよりプロの方が勝っていますよね。やっぱりプロはすごいんです。ということで今回の放送もそろそろお時間が近づいてまいりましたんで、次回予告に行きたいと思います。ということで次回は自分に才能があるか、こちらをテーマにしてお送りしたいと思います。この自分に才能があるのかっていうのは、その分野を極めたいって思った時に誰しもが思ったことではないでしょうか。次回の放送も歌が上手くなるためのお話がたくさん詰まっていますんで、絶対に見逃さないようにしてください。それでは今回の放送はこれで終わりです。また次回の放送でお会いしましょう。